特別企画、一人でできるもんさんにムーンウォークを教わろうのコーナーでーす。今日は、一人でできるもんさんに、その場で歩くムーンウォークをちょっとゆうみさんに伝授していただきたいと思います。じゃあちょっと一人でできるもんさん、ちょっと見本を。はい、あ、じゃあ、まあ、とりあえずやるということですね。はい、ここからいきます。おー、すごい、すごい、すごい、なんかエレベーターの上に乗ってるように見えますね。こういうやつ。いやー、すごいですね。はい、いやー、すごいです、すごいです、すごいです、はいはいはい、すごいですね。はい、じゃあちょっとユミさん、ちょっと真似して、まずコツは何かありますか。コツは、じゃあ逆にやってもらったところからどこを直したらうまくなるかを言いましょうか。はあ、そうですね、ちょっとやってみてください。どうだ、なんかこんな感じ。おー、なんかでもね、いいね、いいね、合ってるよ、やり方は合ってます、やり方合ってる。で、これをグレードアップさせるために、でもこのパターンって結構いいですよ。そのよく大道芸人さんとか、はいはい、外でね、うん、やってたりとか、ダンサーの人でもちょっとそういう表現がしたいっていう人は大体このパターンなんですよ。ほうほうほう。でもこれだとやろうとしてることは伝わるんだけど、不思議にはなるほどね。これを不思議に見せるためにやらないといけないことが一つだけあって、この一つだけで全然変わるのが、今ね、真似をするとこういう風にやってるのね、うん、ほうほうほう。で、この足がこう踏むでしょ。で、かかとがついてから離れるまでの時間がね、長いの。こうやって足を見てると、かかとやってごらん、いいよ、普通にやって、かかとがついてだいぶ時間が経ってから、かかとがついて時間が経ってから離して、かかとがついてからってこうなってるでしょ。で、はい、俺のやつはかかとがついた瞬間に離れる。おお、なるほど。そう、かかとがついたら離さないと。ああ、なるほど。そう、この地面に全部ベタってついてる時間が長ければ長いほど不思議に見えなくなっちゃう、うん、そうね。そう、だからそのためにやらないといけないのがゆっくり踏むっていう、この技術だね。ムーンウォーク、誰しもがね、それをやっぱり通っていくね。そう、ゆっくり踏む、ゆっくり踏む、そう、ここでこらえる、そう、こらえる。ちょっとすいません、あ、生足見えてます。ここでね、こらえて、こうね、一生懸命ね、こうやってね、練習しましたもんね。そう、うん、こうゆっくり、ゆっくり、ゆっくり下ろす、ゆっくり下ろすの、ゆっくり下ろす、これがね、大変なのよ。もうね、一人でくるもさん、ここはね、極めて他の人よりも優れてるところだって見てて思いますね。だからもう全然同じことやってても不思議さがやっぱね違うんで、うん、ちょっともう一回、じゃあゆみさんできるかな。ゆっくり、まあね、この靴なら逆にそうだね、その靴だとやりにくいかもしれないね。いや、いいの、いいの、すぐできなくて僕の仕事なくなっちゃうから。はい、ということでございまして、今日は一人でできるもんさんにその場で歩くムーンウォークを、歩くように見えるムーンウォークを伝授していただきました。ゆみさん、今日どうでした、感想は。いやー、難しいです。ですよね。あのね、あのさ、すぐ伝授されたら僕の仕事なくなっちゃいますからって言いましたけど。そう、できなくていいですよ、ね。はい、ということでございまして、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。それではまた次回お楽しみをよろしくお願いいたします。それでは、せーの、おつすかー、バイバーイ。